いや、来ましたね。来ましたー。グリコさんの会社で、ポッキーの味比べ。今日はこれですよ、これ。はい、ポッキーみんな大好き、ポッキー。うん、いや、今日グリコさんで、協力してもらって、ってことで、会社に、品川からとこ、なんとんだよ、大都会だよ、ね。一条件しよう。いや、いいよ。ボビー広いぞ。ビール入るまでにカード何回かかしたんねん。うん。ほら、遠足、おのぼりさんだ、見た感じだよね、完全に。お邪魔します。はい、いろいろチョコレートのプリンとか、あ、プリンだ、すごいね、すごい。あ、こんにちは、ありがとうございます。ポッキーの味比べさせてもらうってことで来たんですけど、大丈夫ですか？はい、やっぱりプリコだからも綺麗な、ね、ポッキーお好きで、パンパンが、はい、お待たせいたしました。やっぱり皆さんお綺麗な、ね、エレガントな雰囲気で、エレガントですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポッキーさんで、あ、そうなんですか、はい、駅の方で購入してきました。毎回買ってるんですよ。ありがとうございます。嘘つけようってのいい意味で毎日買ってください。毎日ね、毎日。じゃあよろしいですか。ありがとうございます。緊張しますね、こんな、うん、なんか皆さんに囲まれて失礼します。もういいかも、広いですね、やっぱり会社が。なかなかさあ、始まりますね。さあ、というわけでね、ポッキー、うん、ありがたいね。はい、今回はこの地元ポッキーっていうやつが8種類あって、うん、ほんでこれでどれが一番美味しいか点数つけて、我々だね、我々で、すいません、本当にしますよ。ポッキーなんか思い出は？ポッキーはやっぱりちっちゃい頃から普通にあったよ。俺はもう当たり前だよね。うん、うん、今でも子供も買うしさ、うん、うん、で、駄菓子とは違ってワンランク上っていうか。ああ、そうだよ、うん、うん、ちょっといいイメージ。クッキーみたいのさ、うん、周りにプリ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 ついてさ、うん、手食べや、あの時結構衝撃だったよね。ああ、まぶしてあるやつ。まぶしてあるやつ。それ、本当にグリコかな。アーモンドがなってるやつですか、ね、アーモンド。グリコの商品です。危ねえ。あれは相当高級感あったよ。そう、もったいないからこう、ベロベロ舐めてさ、溶かしてたら舐めるとか、うん、ちっちゃい頃あって。あ、ベロベロ、うん、俺は歯で、歯で、スーってなんかね。あ、チョコだけよ。そうそう、歯でスーっつって。2袋こう入るっていうね、うん、一気に食わねえ場合は2回に分けるっていうようなやり方だよね。しかも取りやすいよな、こっから入れてさ。褒める褒めるね、偉い人は体のあそこに行くから。褒めるね、必ずこっちが上になってるし。でも昔はこんなのなかっただろ、多分。多分一つで大きいやつですよね、袋で。うん、そうです。封切りんとこもこういうそんな親切じゃなかったんですよ。うん、うん、そうだ。これが、うん、食べ方どうやって思い出の食べ方。なんかもったいないからこうベルベル舐めてチョコだけ溶かす。ああ。長期戦。長い時間楽しめるから。ああ。いや、おめえのポッキーの口元きついな。俺はさ、こうやって。こうやってさ。うまいな。むべ？うん。そのチョコだけ取れて、なんか得した気分なの？2階にはひつまぶしみたいな感じだよ。まずはチョコだけ、うん、次はこっちの白いと、最後に両方ひつまぶしみたいな感じ。3段階に分けて、うん、チョコレート界のひつまぶし、うん、じゃあ香りとかも気になるね。あ、バターみたいな香りが強いな。またこれ黄色いぞ、色が。おお。いただきます。素敵な笑みだな。香り強い。香りが強い。太いね、綺麗だね。落ち着いてんな。まあ、いろんな方がいるんだな。絶対怒ってる人もいるんだ。